暦の上では最強の開運日とされている日でもありまして、皆さんこんにちは、スピリチュアルリッチの3人です。今日もありがとうございます。このチャンネルではスピリチュアル、引き寄せの法則、潜在意識、また様々な開運日や占星術など、見えない力、現代の魔法をフル活用することで夢や願いを最短で叶える方法をシェアしています。それで今日のお話は、明日一粒万倍日と不成就日が重なる一日について。明日は一粒万倍日でもあって不成就日でもあります。運気がいいはずの一粒万倍日なのに運気が悪い不成就日なんですね。で、不成就日っていうのは何をしても実らない日とされています。ということで今日は、幸運をもたらしてくれるはずの開運日が不成就日と重なった場合どうすればいいのかについて分かち合いをしたいと思います。それで視聴者の方からこんなご質問いただきましたので、ちょっとご紹介させていただきます。サンリーさん、こんにちは。こんにちは。僕はサンリーさんの動画を見るようになってから開運日をチェックするようになりまして、いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます。で、たまに不成就日と開運日が重なる日がありますけれども、私もなるべくその日は行動を控えているんですが、転写日と重なる不成就日もやっぱり開運アクションは控えた方がいいんでしょうか。はい、このような質問をいただきました。ありがとうございます。それではこれに答えていきたいんですけれども、その前に一つ、来月超重要な開運日がありますので、そのお知らせを15秒だけさせてください。はい、あなたはご存知でしょうか。来たる6月15日、今年最大級の超開運日がやってきます。この日、当チャンネルではこの今年最大級のご利益を皆さんに分かち合いする動画を限定公開しますので、アナウンスを見逃さないようぜひ今のうちにチャンネル登録しておいてください。はい、お知らせは以上です。ではいただいた質問ですね、不成就日にはどうすればいいのかっていう質問にお答えしていくんですけれども、以前ですね、5月5日の虎の日の動画でも少しお話しさせていただいてるんですけれども、復習も兼ねて説明しますと、この不成就日っていう日は何をやってもうまくいかない、結果が出ない、あとはうまくことが運ばないといったように、とにかく何をやっても成就しない日とされています。まあ、ですのでこの日に願い事をしても叶いづらいし、物事を始めてもうまくいかなかったりだとか、トラブルに遭遇してしまいやすいと、まあ、そんな運勢だと言われてるんですね。ただ断っておきたいのがですね、これは皆さんを不安にさせたいとかじゃなくて、この不成就日という特性を知っていただくことで、余計なトラブルや災難を避けられるきっかけをシェアしたいというだけですので、まあ、必要以上にここは不安に思わないでいただきたいなと思います。はい、まあ、それが不成就日で、一方で一粒万倍日は物事をスタートするには最適な日とされていますので、まあ、この日に何か始められたりだとか、今後長期的に発展させたい物事をスタートする日、まあ、そんな日なんですね。まあ、ですのでこの一粒万倍日に物事をスタートさせると、長期的な成果が約束されるとか、その物事がどんどん発展していくような、そんなスタートの日なんですね。一粒万倍日はこんな風にとっても縁起のいい日とされていますので、不成就日とは真逆のエネルギーなんですね。そしてご質問にあった転写日という開運日なんですけれども、これは1年に5、6回しかやってこない、暦の上では最強の開運日とされている日でもありまして、実はこれ6月にあるんですけれども、この転写日っていうのは文字通り天が全てを許す日という意味があります。これは仏滅だったとしても凶日だったとしても、転写日の方が勝るとも言われているくらいなんですよね。一粒万倍日よりも強力な開運日だということです。それで今回ご質問いただいた方は、天に全てを許してもらえる最強の開運日である転写日に、何事もうまくいかない不成就日が重なったとしても、転写日のエネルギーは強いので、転写日の方が勝つんじゃないかと、そういうご質問だと思います。でこれに関してですね、実はよく言われているのは、転写日であったとしても不成就日は打ち消せないということなんですね。なので基本的には不成就日は一粒万倍日であっても、虎の日であっても、巳の日であっても、転写日であっても打ち消されてしまうということになります。でただこの不成就日と開運日の捉え方なんですけれども、僕は必ずしも不成就日を不吉な日だというふうには捉えていません。一粒万倍日とか転写日といったいわゆる開運日っていうのは、どっちかっていうとイケイケどんどんで攻めていい日だというふうに捉えていまして、一方で不成就日は内省したり休んだり振り返ったり、足元を固める日だと捉えています。やっぱりずっ
っとイケイケガンガンで人生いけるなんてことはないわけで、まあ、どっかで振り返るタイミングとか守りに入ったりするタイミングはやっぱり必要だと思うんですよね。まあ、どっかで守りに入ったり内省するタイミングをちゃんと取るからこそまた元気にやっていけるってことは、まあ、大いにあるんじゃないかなと思いますので、この浮上準備に関しては、まあ、悪い日っていうよりかはそういう準備の日だというふうに捉えています。まあ、実際僕も過去を、ね、振り返ってみたんですけれども、浮上準備に焦って先走ってしまって投資を始めて失敗しているケースがなぜか多かったんですよね。もうこれはね、偶然かもしれないですけれども、まあ、とにかくその経験をしてから浮上準備が来たら焦るなとか、もうちょっと慎重になろうというサインだと僕は捉えています。ニュートラルとか中庸の法則ではないですけれども、人生も攻めと守りのいいバランスが取れるようになるとトラブルが少なく安定していきます。でそのことを教えてくれるのがこの開運日と浮上準備の関係なんじゃないかなと僕は思ってるんですね。で僕はワクワクを感じたら即行動というスタンスをずっと取ってきた人間なんですけれども、まあ、実際ちょっと振り返ってみた時に、まあ、さっきも言ったように投資で大失敗した時、実はその日浮上準備だったっていう経験があります。でそういう経験から、まあ、浮上準備には攻めない、足元を固める、待つっていう選択肢を選べるようになったんですね。実際振り返ってみた時に、さっきも言ったように投資で大失敗した時は実は浮上準備だったっていう経験があります。でそういう経験から浮上準備には焦らない、攻めない、急がない、足元を固める、待つっていう選択肢を選べるようになったんですね。でこれまでの動画で浮上準備にこれはやめましょう、控えましょうと言ってきているのも、余計なトラブルを回避する術を僕もその当時の経験から学んだっていうことがあります。もちろんこの思い立ったが吉日っていう言葉もありますし、これを信じている方はそれでいいと思いますし、浮上準備とか全く気になりませんという方も中にはいらっしゃると思いますので、まあ、結局は自分がどうしたいかとか自分にとって何が一番しっくりくるのかを優先されるといいんじゃないかなと思います。まあ、ただまあ僕はこんな感じの捉え方をしているってことなんですね。もし僕と同じように開運日はどちらかというと攻め、浮上準備は守りというふうに決めている人は、明日は大きく勝負に出るんじゃなくて、次アクセルを思い切り踏む時のための準備をしたり、まあ、あるいは思い切って力を抜いてリラックスして過ごされてみてはいかがでしょうか。はい、ということで最後に、明日は一粒万倍日ですので遠隔参拝動画を公開しますと言いたいところなんですけれども、お話しした通り明日は浮上準備ですので、明日の遠隔参拝動画はお休みさせていただきます。ただ直近次はですね、あさっての6月1日が一粒万倍日ですので、また6月1日の朝になったら皆さんの運気が覚醒する遠隔エネルギー動画をストーリー投稿しますので、あさっての朝9時以降にまた当チャンネルのストーリー投稿をチェックしてみてください。ストーリー投稿を見るには今チャンネル登録しておいていただいて、時間になったらスマホ版の YouTube アプリからこのチャンネルのプロフィール写真をタップしてください。そうすれば遠隔エネルギー動画が流れますので、ご覧いただいてご利益をお楽しみください。はい、ということで今日の話は以上です。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。スピーチャーリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。